皆さんこんにちは。一貫張りのリアンです。ご無沙汰です。今日は前からリクエストをいただいてた帯を使ってバッグを作ろうというのをやってみたいと思います。もう半年ぐらい前からリクエストいただいてたんですけど、なかなか思い浮かばなくって、やっとこんな感じかなっていうのを考えてみました。ちょっとお出かけした時に手芸屋さんでこの便利口金っていうのを見つけたんです。これ知ってる？便利口金。これ使ってバッグ作ってみようと思います。今日使うのは名古屋帯。ちょっともうここ使っちゃって。手先の方短いんやけど、じゃーん、こんな感じ。これ使ってやってみる。結構かわいい帯やと思う。で、ちょっと見てくれる？ここここ。ももちゃん、ももちゃん。飯くれって言って先からずっとおるね。でも母さんもうちょっと頑張るね、ももちゃんね。温かいももちゃんの視線で応援を受けながら作っていきたいと思います。これぐらいのカパンができたらいいかなと思ってます。お願いがあります。チャンネル登録していただけますと次の動画のお知らせが届きます。高評価していただきますとすごく嬉しいのでよろしくお願いいたします。もうそこポチッポチってやってくれはったらめっちゃ嬉しいです。字幕が邪魔で手元が見れないっていうコメントいただきましたので、この動画の下にね、こう四角いアイコンがあるんですけど、そのアイコンポチってやっていただくと字幕が出るようにちょっと変えましたので、よろしくお願いします。どうぞその字幕ボタンを押してわからないところとか見ていってください。動画を挟みながら寸法とか細かいところは動画の説明を入れていきながらいつも通り作っていきたいと思います。そしたら名古屋帯用意するね。今日いるのはこの帯、別に名古屋帯じゃなくても何でもいいよ。何でも半幅帯でもいいし、普通の洋裁の厚手の生地とかでもいいし、何でもいい。普通の幅の広い生地でも使えるように寸法を言っていきますので、和でも洋でも作ってもらえたら嬉しいです。で、便利口金、ね、15センチっていうやつを一つ使います。両面テープ。これをちょっとすぐ手抜きで簡単技で使っていきたいと思います。説明していきます。今日は帯バッグ、便利口金です。用意していただくものは33センチから35センチ。反物の幅のまんまです。これがだいたい 33×35センチ あります。この長いところが26センチが2つで52センチ。ここ52センチ。表地。同じ大きさで裏地も用意してください。各1枚ずつ用意してください。柔らかい生地の時は接着芯などあれば貼るとさらにいいです。今日は貼りませんでした。じゃあ細かい説明は動画の方でもお伝えしているんですけど、軽く説明しておきます。まず中表に合わせて1センチ、ここ1センチの縫い代で縫い合わせます。それをパカッと輪っかに開いて、端っこから3センチ、縫い目から3センチ、3センチのところに四角を描きます。あとは動画見ながらやっていきましょう。そしたら帯カットしていきます。見て。普通の名古屋帯じゃない帯はここを半分で縫ってないんですけど、名古屋帯はここ半分で縫ってあるんです。で、別にどこ使ってくれてもいいです。この幅で52センチのが2枚欲しいから、裏地ついてるとこ使ったら一石二鳥やと思うので。手で割る私。ここがちょうど裏地の始まりやから、ここ使おうかな。ちょっとこうシワシワって折り目あるのはアイロン当てたら大丈夫やと思うので、ちょっとこっちのメインは今度よそ行きのカバンを作ってみたいなと思ってるから、今日はお出かけポシェット、ちっちゃい普段仕様のやつはこっちのちょっとそそけてたりとか折り目あったりとかするけど、こっち使っていきます。52センチ取ります。ここの黒いの52センチ、柄ある方52センチ用意していきます。今名古屋帯ほどいてるんやけど、もうすっごいほこり、マスクしたいぐらい。これな、もうちょっとこれ邪魔やから着ちゃうな。もうみんなマスクした方がいいよ。もうもへもへ、こ
ぱりなんで着るのって邪魔やから着るだけやから、邪魔じゃない人はそのまま使っててくれてもいい。もうしゃべるの大変ぐらい、もうでしゃべるのはもうほこりだらけの、ちょっとなんかかゆなりそうやわ。で52センチ、ちょっと動揺してるわもう。はい、あちょっとここら辺ちょっと傷んでるね。傷んでるとこどけよっか。傷んでるとこどけといて、またブローチとかなんかアクセサリー作ろうか、かなんか小物入れとか。そしたらこれは綺麗やから、なんかボタン、くるみボタンブローチかなんか作ろうか今度。これでな、これは置いとこ、うん、3メーター20とか40とかあるから、使いようによったらいっぱい取れるよ。お揃いでお友達と持っても可愛いと思う。よいしょ。はい、でこれはまたよそ行きのカバン作ろうに置いとこうかな。作れへんかもしれへんけどそしたら用意できました。アイロンかけて綺麗にします。アイロン当てたよ。結構すげえほこりやん。高温でスチームで当てました。でアイロン当ててからこうやってコロコロしたら分かる、ここにこう分かる、糸取れるね。こうほどいた、ええ加減な糸取れる。ついでにほこりも取れるからコロコロおすすめですって毎回言うてるいいな、来ちゃうほら綺麗に結構アイロンで取れて、こっちのシワシワやったやつもほらスチームアイロンをかけて綺麗に。端っこちょっと試しでやってから大丈夫そうやったらやってね。全部が全部高温のスチームかけて OK ってわけやないからね。こうやってほらこうやってコロコロって取る。もうチチ抜いてられへんやん、めんどくさくて。だからこうやって取っていくと一石ほこりもついでに取れるし、一石二鳥やんな。ほんでこうやってきれいに。今日はできるだけ簡単なやつを考えました。次やるときはもう凝りに凝って超よそ行きバッチグーやでっていうようなやってみる。今日はブキッチョさんでも簡単、便利口金さえあれば手提げバッグもワンタッチっていう感じやね。よいしょ。じゃあ印つけていきまーすここね、ちゃんとくるくるポイントや。でこれ印つけていきます。印つけました。表の模様のある生地と裏のある生地、それぞれの生地の裏に印をつけていったよ。見えるかな、この青いラインが1センチの縫い代ラインです。こことここね。それでここ四角ある。ほんでこの1センチの縫い代ラインしてるけど、帯ってここ縫ってあるとこを折ってあって擦れてたりとか汚かったりするんですよ。だからここより縫い代が内外側にあるようだったら、もうここの汚いところに縫い代持ってきたらいいと思うね。ちょうど私のやつで 1.5 ミリぐらいあったから、もうここ 1.5 ミリにしました。だから裏もそれに合わせて、こっちにつくところは 1.5 ミリの線にして、上のところは1センチのところが縫い代やったから1センチにしました。こうやって2つに半分に折って、これ下も同じようにつけたよ。これ2つにぴっちり折ってください。でまちを入れたいと思うの、ちょっと厚みがあるようにね。だからここ縫い代から3センチ、ここはわーやから下から3センチ、3センチ3センチ四角のまちの印を入れました。でこれも今のうちに切っちゃっときます。あと接着芯とか貼りたい人いたら、アイロンかけてシワ伸ばした時に接着芯貼ってくれたらいいです。これはなんかちょっとしっかりめの生地やし、今おうちに接着芯ちょうどいいのなかったから貼ってないけど、名線とか薄い素材でできてる帯は接着芯貼った方が出来上がりも綺麗だと思います。で裏もこれ半分に折ったところに縫い代マークから3センチ3センチのまち用の四角印つけてあるから、これを今のうちに切っといてあげます。別に後でもいいんやけど忘れるから、私すぐ忘れるか
散歩歩いたら忘れるから、こう置いてるうちにやっとかへんと。よいしょ。はい、できました。で、開くと、こんな感じ。なんかかっこいいライン入ってたけど、今日は別にこれ活かしません。で、これ、ほら、かっこいいね。この帯かっこよかった。で、これを中表にします。で、さっきこの縫い代分厚かった方、に合わせて縫い代の分厚く取った方は分厚く取った方、少ない方は少ない方に合わせてあげて、ここを縫い代1センチ、こっちも縫い代1センチでくるっとした輪っかを作ります。もうね、帯でバッグ作る方、簡単なの教えてくださいって言ったリクエスト、ずいぶん前やと、半年以上待って思ってる、ごめんな。考えてたんやで。ほんまやで。輪っかになったよ。ほら。輪っか。輪っかね。そしたら輪っかになったから、これを開いてあげて、アイロンかけて割ってあげようか。さっきここ開く前にここアイロンかけて割りましょう。こまめなアイロンは綺麗に仕上げるコツやからね。よいしょ。はい、ちっちゃい小手台入れて、小手台のちっちゃい小手台の作り方は毎回言ってるけど、小手台の作り方っていうので、この今使ってるやつ作ってあるから、よかったら作ってみてください。便利ですよ。よいしょ、お家にあるやつでできるからね。よいしょ。私もずいぶん前に作ったから、どんなんやったんかな。どう。まあ大して難しいことはやってないですね。よいしょ。アイロンで割ります。おいしいやん。ご飯やな。ちょっと切り抜いとこまで待ってな。ずっとおるね。ほら、ずっとほら、ずっと無言の圧力をかけてんね。いい子やろ。えらいんやで、ももちゃんは。これが開いた図です。じゃあさっきの続きです。ここ四角に線引いたところをハサミでカットして、開くと、開いて畳むとこうなります。さっきの輪っかを畳むとこういう感じになります。そうしたら四角で3センチ×3センチのところで、四角で線引いた 3×3 のところをハサミでカットします。カットできたらミシンをかけていきます。ここ1センチの縫い代でミシンかけてください。ここ両方ね。で、ここは10センチ×10センチ、ここ表と裏の縫い合わせライン、両サイド10センチずつ縫わないで飛ばしておきます。あとでステッチ入れるとこですからね。それでこの水色のところ、ここに両面テープを貼って、ペタッと貼っといてください。そしてここの開いてるとこから表にひっくり返します。そこからは動画をご覧ください。はい、そしたらこれ開きます。アイロンかけて割ったからね。これ輪っか見える、輪っか開く、ここの縫うたところと縫うたところをこんにちはって合わせてあげて、で、歪まへんようにピンチやな、ピンチピンチ、待ち針の方がいいんですけど、うちワンちゃんおるからあんまり危ないことしたないね。はい、ピンチでやって、開いたらこういう風になりました。さっき印つけたここのラインをまっすぐ縫ってってあげます。この時に縫ったらあかんところは、後でこう開いたりできるように、こっから10センチ10センチ開けときます。線引いとく、ここの縫い目と縫い目から10センチ開け、なんでかは後でわかる。ここ10センチ開けとく、ここも10センチ、こっちも10センチ開けとくから、ミシンで縫うのはこっからここまで返し、ここも全部いつも返し縫い忘れないでね。ここね、ここ抜いていきます。またアイロンやで、アイロン、アイロン。まあ縫ったところの
ここをアイロンで割る、縫ってないところもアイロンで印つけていきます。後で何でか分かるからね。よいしょよいしょよいしょ、綺麗に肩つくでしょ。これがスチームアイロン。でもこういう帯なんかも下手に霧吹きやったらシュワシュワシュワってシャシャシャって縮むやつあるから、素材によって違いますから。いろんなご質問いただくんですけど、着物とか帯とか素材とか糸のよりとかによってこうやっていくこととあかんとかあるみたいやから、失敗しても大丈夫なような端っこでちょっと試しにやってからやってみてね。リアンからのお願いやね。超ちょいなシャッ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 、お母ちゃんいいから早ご飯ちょうだいやって言ってるな。だるまさんが転んだみたいに、ちょっとずつね、ちょっとずつ前へ進んでるね、ももちゃん。はい、アイロン当てました。じゃあこの時にポイントがあるね。ポイントさっき言ってたじゃん、100均の両面テープ 5mm 幅、これ使います。ここ縫うてないところ口金出たりとかするからテープで貼っときます。こうやって両面テープをピュッて貼って、ちょっとさっき練習でやった時貼っててやりやすかったから、貼ってなくても大丈夫。ジッパーとか財布、あのポーチとかジッパーつける時もあの両面テープで仮止めするとすごい楽ですよ。夢中でね、昔ポーチ作っとった時期もあります。革もどれぐらい作れるかっていうと、最高難しかったのはデイバッグですね。リュックサックのデイバッグ、娘のデイバッグをじーっと見て作り方考えて作りましたね。はい、貼りました。じゃあ次ここのマチ塗っていきますね。みんなわかる？ここよ、ここの切ったとこね。マチ塗ったことある人？はーい分かれへんね。ここを開きます。ここの角っこ持って、ここの切った角っこ持ってプッと開いてあげると、ほら一直線になるでしょ。こうやって止めて、ここも必ず返し縫いね。1センチの縫いしろよ、1センチ。必ず返し縫いやって、1センチの縫いしろで必ず返し縫いやってください。そしたら残り3箇所もやっていきます。はい、4箇所縫えました。マチね、ここ。そしたらひっくり返します。どこからひっくり返すかというと、じゃ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 ん、ここからひっくり返すよ。全部ひっくり返して、くちゅくちゅくちゅん、なんかかっこええやん。ええんちゃう。それでこういう角っこのところは中からこうチュンチュンって角にチュン、ここチュンチュンってすると出てくるの。いくよ。ここね、ここ角のところに人差し指でチュンチュン、ほらこっちも人差し指で、よいしょ、チュン、プリって出たね、プリって。気持ちいいね、この瞬間好き。別に身内で引っ張り出してもいいんですけど、裏は別にいいね。なんでかっていうと、見てて、やいくで、いくで、ドゥルーンこれ裏地、わざわざ別仕立てじゃなくて一石二鳥やねん。ほらできた、ほんと。ここをアイロンで、ほらポカポカってなってるから、ここアイロンでこうやって押さえます。今日は斜め掛けできるぐらいの大きさのカバンを作ろうと思って、あのスマホと財布入れてうろうろできるような感じ。私あの斜め掛け好きなんですよ。そしたら綺麗にできたから見て、ここもぴったり合うよ。ぴったりぴったり、気持ちいいね。ずれへんよ。ここあの待ち針打ってピッとずれないようにやっとくといいですよ。両方ね。ここでここ端っこミシンかけて、こっから3センチのところにまたミシンかけて、こっから2センチのところにもミシンをかけて、あとここをカカカカカカッと縫ったら縫い縫いは出来上がりです。じゃあここミシン、端っこミシンかけていこうか。表側に印つけるのも嫌やし、どうしたらいいかなとか
みんな思う？別に思わへん。いつもの通り端っこミシンは、私はここのミシンの押さえの幅を目印にしてそこをずっとやっていくから一定の間隔で縫えます。次ね、ここから2センチの時縫いたい時はミシンのここのプレートに目盛りのある人は目盛りを見たらいいし、ない人はいつもマジックで書いたらいいよとかって言うんですけど、いっぱい線も書いてられへんから、今日はよいしょ、針のところにこれ3センチ測ったところにピッと貼る。そしたらここ3センチのところにずっとこれがこう沿うように縫ってたら3センチの幅で縫えるからね。この今3センチ縫ったとこから2センチ開けたところを縫いたいから、ここから2センチ測ったところにマスキングテープ貼ります。ここやね。そしたらこれに沿って縫っていったら2センチ空いてる線が縫える。こういうこっちゃね。だからこれ縫ってる時、私はあんまり針を見てない。ここ見てる。規定気をつけてねほら、まっすぐ縫えるでしょ。見える？じゃあ反対側も同じように縫っていくぞ。ピュッ、はい、縫えました。見て折れへんなったでしょご飯あげたねもうけえへんでで、縫えたので最後の仕上げをします。ここのライン、こっちで見、同じ黒糸で縫ったから見えへんって言われてたけど堪忍してな。ここのライン縫って、一番開けときたいのはここの2センチの口金通るところ、ここだけ開けときたくて、あとここちょっと開いてるところを縫っていきたいと思います。ここの縫い方なんですけど、ガバッと開いてこうね、これ中側ね、こっちね、だいたい5ミリぐらい、ミシンの押さえの幅ぐらいでここ返し縫いやって、ここを縫って、口金通る2センチのところは縫わずに飛ぶ。これか、縫う、返し縫い、縫って返し縫い、飛ぶ、返し縫いして縫っていくでしょ。ここ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 、縫って縫って縫っていく。ここの空いてるところの5ミリぐらい、3ミリから5ミリ下ぐらいのとこ、ここぐらいまで縫ったら針立てたままこうやって動かすね。でミシンの針を手とか足でゆっくり1、2、3ぐらいかな、ぐらい進んだら、また針立てたまんまこうやって動かして、でまたここミシンで縫っていくね。ちょっとタタ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 タ、でまたここ返し縫いやって2センチのところは飛ぶ、で返し縫いやってタタタタタタとここまで縫う。あ、来た、おもちゃに来ました。ほれ、おもちゃ美味しかったですか？美味しかったですか？美味しかったですか？お母さん今縫い縫いしてるからね、もうちょっとね、頑張るわね。わかった、うん、じゃあ、頑張る。てなわけで、もみちゃんの応援もあるので頑張ります。ここ端っこ落として。で、縫う。はい、返し縫いします。で、ここ、口金通るところ、返し縫いして、張り上げて、よ、もみちゃん。で、こうやって飛ばします。で、また針落とし、はい、で、返し縫いして、はい、で、ここまで。割れてるところから2、3ミリ進んだら、ここね、見える？針刺したまんま、ここ、針刺す。回す。ここを横断刺す。ここを横断刺す。いくよ。1、2、3、4、OK。じゃあ、これを回して。で、また縫うよ。そしたらこのしっかりした開き口になるからね。で、また口金のとこ止めて、返し縫いして、張り上げて、で、また張り下げて、縫って、で、返し縫いして、よいしょ。はい、で、ここも返し縫いして OK や。よいしょ。みんなどうかな、分かりやすかったかな。こういうのできました。どない、分からへんよね、まだね。
で、こうちゃんと四角くなってるので、いよいよベンディー口金使います。これベンディー口金、使い方は簡単。こうね、ここ持って回すとどっちかがネジ外れるから、こっちやね、こっち外れた。でもう一個ね、なんか口コミ読んでたら、アマゾンの硬くて開かない、ピンチ使わないと私じゃ無理とか書いてあったけど、全然そんなことない。スルって開いたよ、ほら手で。ここの2センチで、ここ塗ったらあかんよ、塗ったらあかんよ言うてた、ここに通すよ、下からやる。ここね、ここ通します、ここ通します。はい、ここ入れました。ジャカジャカジャン、ジャカジャカジャカ。パンツのゴム通す時と同じ要領で通してください。そしたらここから出てきます。出てき、よし、出てきました。そしたらこれをはここに通して、ネジで蓋します。両方持ってキュッ、こっち側も通すよ。ここに通して、で、この穴開けたところに、ここだけ縫わずに飛ばしたところに入れて、どうかな、ポン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 、うまいことできたかな。じゃーん、私なくてもいいんやけど、底の大きさに切った厚紙、8cm×24cm の厚紙をちょっと底に入れたらしっかりするんちゃうかなと思って入れてみます。どう、できました。うん、かわいいのできたやん。こんな感じ、見える、見える、見える、こんな感じです。これをちょっとフリフリ上に出しとこう。これでスマホ入れたり、ちょっと長財布も入る大きさにしといたんで、お出かけこうやってハンドバッグにもなるし、あとここに丸い輪っかがついてるの、だからお家にあるポシェットのショルダーバッグ、こういうやつ、こういうのアマゾンにあったらリンク貼っとくね。こういうやつで、こうカショーンカショーン、ほらショルダーバッグできたよ。こんな感じ、下げたい気分やね。で、これをこう開けたら、ほら中もしっかりよく見えるでしょ、こんな感じで。それで開け閉めはここのガマ口になって、それでここが持ち手になって、どないでしょう、できました、ショルダーバッグ。あ、紐はお家にあるのつけて、こういう感じでかけてもらえます。どないですか、帯で作った肝心楽ちん、いけてるバッグ、いけてる、いけてるつもりできました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。嬉しい、うまいことできて、やってみたいなとか思ったりとかと、もっといろんな手作りどんどん紹介していきたいと思います。チャンネル登録しておいていただけると、次の動画ができた時のお知らせが届きます。高評価していただくとめっちゃ嬉しいんですので、そこにあるこういうマークをポチってしてください。よろしくお願いします。どんどんこれからも新しいことを考えていきたいと思います。タイトルの下のところに LINE のお友達になってくれるリンク貼っときますので、そちらからお友達になっていただけると、今までの動画のレシピがもらえたり、作ってくださったらお写真送ってくれたら、コミュニティのところにアップしていってみんなで楽しめますので、どうぞよかったらお友達になってください。あの、自動応答やから、なんか変な返答になったりとかしたら、それは許してくださいね。これからも手作り頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。いかんばりのリアンでした。いかんばり全然やってないね。リアンでした。ちゃっちゃっちゃっちゃ